秋だからこそ乗りたい、今だけの彩りを求めて観光鉄道の旅に出かけましょう。山全体を染める黒部峡谷や古都京都の燃え立つ楓など秋の絶景を満喫。沿線には渓流の秘湯や豪快な滝、和の風情をたたえた宿など見どころ満載。もみじのトンネルは圧巻ですよ。鉄道絶景の旅、11月18日夜8時放送。